歴史もあり、奥の深いヘラブナ釣りの道具は高価で種類も多いのですが、釣り方を限定すれば必要な竿も少なくて済みます。なんといっても竿と浮きが全ての釣りですから、最初の1本はじっくり選んで気に入ったものを手に入れてください。はい、ずらりと並びました。このね、ヘラ釣りの道具なんですけども、とりあえずね、揃えておきたいなというものをね、紹介していきたいと思うんですが、もうとりあえずね、これなくてはならないもんですけどね、例えばこれ万力ですね、竿受けなんですけどね、竿受けの万力と竿受けね、でまあ当然竿は言いますけどね、竿とあと魚をすくうこれね、玉編みね、こういったもん、これはもう絶対必需品ですよね。であと、浮きを入れるこういったね、浮きケースですね、もう中をバッと開けたらね、ずらっと並んでるとね、これぐらいね揃えたいもんですけども、なかなか揃いませんね。はい、それとね、これ、針ケースなんですがね、これはね非常にまあ綺麗ですね、これね、これ針ケースなんですけども、まあ、これはね手作りの非常に、売ってないものですけどもね、市販でね安いものが売ってますんでね、そちらを購入されたらいいと思います。でそれと、まあ、こういうね糸ですね、ヘラ用の糸が、ショップにね売っています。各メーカーね、いろんな号数売ってますけども、こういう道糸と、ハリスっていうね、分かれていますからね、この辺をちゃんとチェックして、購入されたらいいと思います。であとこういうね、浮き止め小物関係ですね、浮き止めのゴムであるとか、浮きゴムね、それから寄り戻しといったものですね。でまあこういったものもありまして、さて何でしょうね、これはですね、インスタントうどんっていうのがね、盛んに使われているんですけども、これねマルキューさんのこういった簡単とかね、簡単2とかね、こういうね、粉状のものを、水に混ぜてでシェイクして作って、うどんを作るっていうもんなんですが、それをねこれに詰めて、押し出してこうちっちゃくね針につけて使うっていうこのものです、道具ですね。でこういうポンプがあるんですが、これもね、また必需品になってきますね。あとねこういう、今度はねこういう、さっきのはね水に混ぜて、現場でねすぐ作れるっていうもんですけども、最近はねこういう力玉っていうね、もう作られているものがあります。でこういう瓶に入ってましてね、この中にいっぱい丸っこいのがねいっぱい入ってるっていうね、こういうものもね売られています。でまあこれ食わせ関係なんですけども、あとねこれね僕ねもうヘラ釣り始めてめっちゃ不思議やってるけどね、ヘラムナってこんなもんまで食うんかいなって思ったんですけども、これねヒゲトロっていうね、平たく言うと昆布ですね、昆布をねヘラブナは食っちゃいますっていうのはね、こうバラケにねこうファーっと、混ぜてこれをねふわふわってやってるだけでねスポッとこう吸ってくれるんだよね、夏のね、タフな状況に非常に、いい食わせ餌ですね。でこれも頻繁に使われています。でまあ餌を作るね、これボールの桶ですね、こういったものとか、あとこういう計量器ですね、いっぱいねこういう段になってね、50cc100cc200cc とかねこう段になってねこう売られているものがね非常に便利なんですけども、そういうのをね1個2つぐらいかな買っていたらね、あとグルテン用とかね、あとね注射器使ってね、少ない水の量を測ったりもしますけども、そういったね、ものも揃えておくと非常に便利ですね。でまあこういうバラケーサーありますけども、これパウダーベイトセット、パウダーベイトヘラね、これにパウダーベイトボトムね、3種類とも非常に似通った、名称なんですけども、この部類っていうのがどちらかというともう初心者の方に、向いてる餌、もう単品でもいけますよっていうね、ブレンドになってまして非常に使いやすい餌ですね。もうどうしても分からへんなったらちょっとでもこれ単品で使ってみるな
非常に便利な餌ですね。はい、でそれとね、これここにあるんですけども、こういうね、これはもう道具を入れる必需品ですね。ヘラバッグ、マルキューさんの方からね、もう発売されてますけども、このヘラバッグと、竿ケースですね。これね、非常に手頃な値段で、非常にね丈夫にできています。輸入素材で雨にもね非常に丈夫な感じですね。で、非常に値段も手頃ということで、売られています。で最後ですね、このねヘラ釣りやっててね、もうほんまにね僕思ったんですけど、ヘラ釣りってね体に悪い、もうこの釣りだけはほんまに体に悪いって思ったですね。っていうのはあぐらをかきますよね。でその際にお尻が痛い、腰が痛いっていうのが非常に出てきます。でそれをカバーするためにこういうクッションがあるんですよね。でこういうのを使っていただいたら非常に快適に釣りができる、ね。とりあえずねこのクッションっていうのはね非常に必ず持っていった方がいいものですね。でこの他にですね、あと、釣りを快適にするグッズとして、あとパラソルっていうのがありますね、傘ですね。要するにね、雨を避けたりとか日差しを避けたりとかっていう、こともできます。であと、雨風もそうなんですけども、あと寒い時ですね、もう真冬に寒い時でも俺は釣りに行きたいなっていう人はね、テントっていうのがありますね、皆さんの中でもね見られた方がいると思うんですけども、そのテントっていうのはねまた快適なんですよね、その辺をね揃えていただくと非常にね快適な釣りができると思います。まあ最低限これぐらいはね、揃えてもらって、で値段もね非常に差があります。で今ねここに揃えてるもんって非常に高価なもんですけども、これをねぐっと安く抑えられることもできますのでね、お近くのショップへ、行っていただいてね、だいたいねこの竿受けとかね1万円もしないぐらいで売ってますけどね、そういうね、非常にねコストを抑えて、揃えられますのでね、一度ショップへ出向いてみてください。でもね僕ねこれねもうほんまにね経験したことですけども、最初ね安いの買うんですよ誰もね。でも、経験を積むにあたってやっぱりいいものが欲しくなってくるんですね。でここにあるようなね非常に綺麗な玉編みとか竿受けとかあるんですけども、逆にですねこういう高価なものを最初にもうポンと買ってしまうなら、後々ね買わなくて済むっていうね、方法もありますのでね、まあその両方のね、選択がありますのでね、選んでみてください。